ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。マイクロ USB1 本で PC と繋がっています。必要なソフトをインストールしたくても、ネットワークに繋がっていないと、ソフトがインストールできません。試してみましょう。ソフトをアップデートしてみるか。スーブー。アクト。アップデート。エンターターター。遅いな。ネットワークを探しに行ってますね。はい、ダメー。それじゃ、ダメー。左側が PC、右側がラズパイです。PC のイーサ設定の共有をオンします。これで、ラズパイが PC 経由でネットワークに接続できます。試してみましょう。スーブー。アクト。アップデート。エンターターター。はい。ゲットできていますね。最後まで、アクトのアップデートにお付き合いください。それにしても、遅い。CPU が、700MHz だから、処理速度が遅すぎる。ラズパイの Wi-Fi ついてるの買えばよかった。ウィッフィー。腕が痛くなってきた。ラズパイ4欲しいな。
一通りのソフトがゲットできたので、インストールが始まりましたよ。これで 28% だって？マジ長い。永遠の 77%。長い。一体、いつ終わるんだ？これで DC モーターを制御してみるんだ。これで、鉄道模型の PWM 制御ができるのかな？そろそろ終わりそうだ。お付き合いありがとうございました。